の迷子センター。迷子のギター担当アノンです。こんばんは、迷子のボーカル担当トモリです。こんばんは、迷子のドラム担当タキです。この番組はガールズバンド迷子がお届けする YouTube ラジオ番組、迷子の迷子センターです。ランダムでメンバーがパーソナリティをしていきます。ということで、皆さん先日行われた迷子の迷子センター出張版のイベント、ありがとうございました。ありがとうございます。実はまだ収録している段階ではさ、開催前だけど、うん、みんなどんなイベントになってると思う？イベント初めてだから、うんうん、いまいち景色が見えてこなくて、うん、確かにライブは何回かやらせてもらってるけど、ライブ以外のイベントって初めてだもんね。そうだね、はあ、どうしたの滝ちゃん？いや、なんか緊張するっていうか。タキちゃんも緊張するの？いや、そりゃ演奏してる時は別に話さなくていいけど。なんかリッキー珍しいね。は？でも楽しみでしょ？いや、まあ、トモリと一緒にイベントできるのは嬉しいかな。私もみんなとイベントできるのすっごく嬉しい。うん、このイベントの模様は後日迷子センターでも配信されますので、皆さんそちらもお楽しみに。ということで、迷子の迷子センター今週も始まります。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター、まずはこのコーナーからお届けします。ふつおたのコーナー。このコーナーではあなたの日常にあったいろいろな出来事をお便りでもらって紹介していきます。概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこからお便りを入力してください。迷子に伝えたいエピソード、メッセージ、質問など何でもお待ちしています。それではメッセージを紹介します。うん、お呼び出しネームお子様パンケーキさんからいただきました。ありがとうございま す。迷子の皆さん、こん迷子、こん迷子、自慢させてください。一生バンドやるが本当に叶いそうです。僕たちのバンドは結成35周年、おずっと同じ4人で続いています。うんうん、もちろん一生やる覚悟で始めたわけではありませんが、それこそ一瞬一瞬の積み重ねでたどり着きました。今ではお孫ちゃんのいるメンバーもいますが、毎年4回くらいライブを開催できて、未だに過去最高を更新できるのが本当に幸せです。そんな僕らから見て、迷子は心から応援したくなるバンドです。続けるコツを伝授できるとすれば余白です。うん、僕はタキちゃんのように DTM でデモを作りますが、その通り演奏してもらいたいわけではなく、メンバーがどう解釈するのかを楽しみにしています。特にギターがラーナちゃんそのものみたいなやつなので、無限に楽しいです、といただきました。ありがとうございます。バンド活動の大先輩からのメールだよ。35周年、全然想像できないな。一生やる覚悟で始めたわけじゃないって。うんうん、どんな気持ちでみんなと最初に走っていったんだろう。確かにね。でもやっぱりコツを伝授できるとすれば余白って言ってるよ。余白か。余白、難しいね。こだわりを持たないってことなのかな。わかるような
まだわからないような気もするけど。うんうん。35年後には分かるようになっていたいな。そうだね。でも確かに私も DTM でデモ作ってるけど、うん、ラーナとか面白いフレーズ弾いたりするから、そういう時はああこういう解釈もあるんだって。そういえばのろしはラーナちゃんが口ずさんでいたからああいう風にツインボーカルになったんだよね。うん、確かに。本当にお子様パンケーキさんが言う通りだけど、うん、そういうのが余白っていうか、なんかちょっと耳が痛いかも。私たちもお子様パンケーキさんの背中を追って頑張っていきたいね。うん、迷子らしくもっとみんなで頑張っていこう。うん、うん。それでは次のメールに行きます。じゃあお呼び出しネーム藤山直人さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんまいご。こんまいご。今日は百均のキッチンコーナーでとってもとってもかわいいパンダのスポンジ見つけました。おお。それだけじゃない、その隣にとってもとってもかわいいペンギンと白クマのスポンジがありました。うんうん、思わず両方買っちゃいました。今はパンダとペンギン2匹とも仲良く真空隣に在職中。日常生活の中でも思わず迷子だと思う瞬間いっぱいあって幸せでしたとのことです。リッキーまたパンダ情報だよ。なんで私に。ペンギンもいるんだ。そうだね。何ペンギンだろう。おー、何ペンギンなんだろう。一番メジャーなペンギンって何なんだろうね。皇帝ペンギンとかは聞いたことあるけど。あと、うん、アデリーペンギンもよく聞くよ。うんうん。ともり物知りだね。そうなのかな。うん。でもパンダはよくわからないや。まあパンダはなんていうか白くて黒もあってふわふわで。タキちゃんパンダ好きなんだね。あ、いや別にそういうわけじゃない。なんかリッキーいつもより表情柔らかいね。やめて、別にそういうんじゃないし。あ、でもさ、パンダのスポンジがあったら、うん、リッキーも自分で料理したりするんじゃない。なんで私が料理しない前提なの。だっていつもゼリーばっか食べてんじゃん。タキちゃんちゃんと栄養取らないと。あ、スーちゃんが言ってたみたいに一生できない。うんうん、それは困る。じゃあ私たちも今度100均のキッチンコーナー行って、うん、そのパンダとペンギンのスポンジ探してみる。なんかあのにうまいこと乗せられた気がするけど、まあともりが喜ぶなら行く。やった。藤山直人さん情報ありがとうございました。今度みんなで探してみます。じゃあ続いてのメールに行きたいと思います。お呼び出しネーム 1+2 和さん。迷子の皆さんこんまいご。こんまいご。僕は高校で放送委員なのですが、先日お昼の放送で迷子の迷い歌とひとしずくを流させていただきました。友人にも迷子の曲を気に入ってもらったのでとても嬉しかったです。迷子の皆さんはもし高校などでお昼の曲を流すとしたらどの迷子の曲を流しますか、ぜひ教えてくださいといただきました。ありがとうございます。嬉しいね、学校で流してもらえるの。うん、学校で自分の声が流れてくるって不思議な感覚かも。確かに、うん、なかなか経験できないもんね。うん、リッキーはもし流すとしたら何の曲がいい？ああ、何がいいかな。でもお昼の放送ってことは、うん、ちょっとみんなのテンション上げたいかも。確かに眠くなっちゃうもんね。そうだな。あ、
歌いましょう鳴らしましょうとか。いいね、テンポ早い曲だとお昼の時テンション上がるもんね。うん、私はそうかな。ともりちゃんは？あ、でも私もテンションが上がるような曲がかかっていたら楽しくご飯を食べられると思う。私もね、歌いましょう、うん、鳴らしましょうとか、うん、さすらいとか、そういう元気な曲が流れてたら嬉しいかもね。なるほど。じゃあせっかくだからリッキーが選んでくれた歌いましょう鳴らしましょう聞いてもらおっか。おう、じゃあそうしようか。うん、じゃあともり曲振りお願いします。それでは聞いてください。迷子で歌いましょう鳴らしましょう。迷子で歌いましょう鳴らしましょうでした。うんうん、やっぱりこの曲がもしお昼にかかってたらテンション上がるね。うん、迷子センターでは私たちと一緒に聴きたい迷子の楽曲のリクエストもお待ちしています。あなたの迷子の推し曲教えてください。よろしくお願いします。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター、続いてはこちらのコーナーをお届けします。僕私迷子中。このコーナーではこれをやるか迷っているんだけどなかなか進み出せない、優柔不断で決められない、そんなあなたのメッセージを紹介するコーナーです。概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるのでそこからお便りをお待ちしています。それでは紹介していきます。お呼び出しネームコウさんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さん、こん迷子。こん迷子。僕は毎朝自分で朝ごはんを準備するのですが、うん、毎朝おかずに悩みながら冷蔵庫とにらめっこしてます。うん、ハムと卵もあるからハムエッグにしようかな。あ、鮭あるじゃん。
そういえば昨日の晩御飯の余り物ある、とうとう朝から迷子の僕を助けてください、迷子の皆さんよろしくお願いします、といただきました。ありがとうございます。朝ごはんか、あ、それで言うと朝はフルーツ食べたらいいんじゃない？なんで？え、だって悩まなくていいんじゃない？フルーツだったら皮むいたりするだけだし。あ、それだと、うん、新しくフルーツっていう選択肢をコウさんに与えちゃってるじゃん。あー、そういうこと？うん。タキちゃんは毎朝何食べてるの？え、あー、ゼリーでしょ。食べない時が多いかも。お、なるほど。そうなるとすごく難しいね。ともりは好きな朝ごはんとかある？パンの時もあれば、うん、ご飯の時もあるけど、うん、お母さんが用意してくれるから、うん、食べるけど、うん、好きかって言われるとわからなくて。そっか、確かにあんまり意識して朝ごはん取らないからな。難しいね。うん、じゃあともりにどれか選んでもらおうかな。じゃあ鮭で。うん、じゃあコウさんは明日の朝は鮭を食べてください。次の日からは自分で考えてください。解決してんのかわかんないけど、うん、まあともりが選んだんで鮭食べてください。そうだね。じゃあ続いてのお便りいきます。お呼び出しネーム、マツケンサンバさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。迷子の皆さん、僕はコーヒーが好きで、うん、友達とよく喫茶店やカフェ巡りの旅に出ているのですが、その中で最近ちょっと気になる喫茶店を見つけました。見つけたんですけど、それが小さなちょっと古いビルの階段を少し上がったところにあるタイプのお店なんです。うんうん、小心者の僕はその暗がりの階段を登ることに正直ビビっていて進むことができておりません。勇気を出してなんとかこの気になるお店に飛び込むべきでしょうか、それとも一旦スルーしてもう少し度胸がついた時に舞い戻ってくるべきでしょうか。よろしければ迷子の皆さんのご意見をぜひお聞きしたいです。おお、あ、じゃあ、うん、今度友達と約束して友達誘って行ってみるとかがいいんじゃない？一人で行かないってことね。うんうん、だってちょっと怖いじゃん。まあ雰囲気あるお店ってちょっと入るのに勇気いるかも。わかる、おしゃれだけどなんか一人じゃ入りづらいって時あるよね。アノンでも？うん、やっぱりちょっとおしゃれすぎたら私にはちょっと大人すぎるかなとか思っちゃう。へえ。だからソヨさん連れて行こうってなる。ソヨなんだ。だってソヨさんだったら大人っぽくない？ソヨが大人っぽい？だって紅茶とか好きじゃん。大人っぽいの基準紅茶なんだ。まあいいけど。え、じゃあリッキー誘ったら来てくれるの？行かない。ほら、ともりちゃんは来てくれる？うん、行こう。変な店連れてかないでよ。変な店じゃないよ。タキちゃんも一緒に行こう。え、あ、ともりが行くならついてく。何するかわかんないし。じゃあ、うん、ラーナちゃんも誘ってみよう。結局みんなじゃん。楽しみだね。うん、うん、このコーナーではみんなの迷えるエピソードを募集しています。迷子のメンバーがあなたと一緒に迷います。あなたの迷子お待ちしています。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター、今週もエンディングのお時間がやってきました。ということで今日はどうだった？
楽しかった。うん、よかった。ビッキーは？まあなんかこの3人もちょっと慣れてきたかも。確かにちょくちょくこの3人でやってるもんね。うん、アノンちゃんは楽しかった。うん、今回もさ、みんなでスポンジ買いに行く予定だったり、みんなでおしゃれなカフェに行く予定もできたじゃん。本当にやるの？やるよ。せっかく約束したんだからやろうよ。じゃあちゃんとみんな集合時間にぴったり来てよ。だいたい集まらないんだから。それはラーナちゃんに言って。でも来ないじゃん。アノンもラーナ連れてきてよ。それはリッキーの役目でしょ。なんで？ラーナ係じゃないんだけど私。あ、でも次はきっと集まると思う。うん、まあ森がそう言うなら。楽しみだね。うん、この番組では皆さんからのお便りを募集しています。この動画の概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこから番組へのお便りを送ってください。迷子の YouTube チャンネルではオリジナル楽曲の MV やライブ映像を公開しています。私たちの音楽やトークがいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そしてお知らせです。迷子センター初のイベント、迷子の迷子センター出張版ラジオという今のアーカイブ配信チケットが6月29日の22時まで販売中です。ぜひチェックしてみてください。さらに7月27日28日に武蔵野の森総合スポーツプラザで開催される迷子シックスライブ見つけた景色携えてのチケット一般販売がスタートしています。こちらもどうぞお忘れなく。迷子の迷子センターいかがでしたか？今後も水曜夜7時に配信予定なのでお楽しみに。来週も迷子メンバーが皆さんのメッセージと一緒に番組をお届けします。番組の感想はハッシュタグ迷子集会をつけてどんどん投稿してください。今週のお相手はギター担当アノンとボーカル担当ともりとドラム担当タキでした。それではまた来週。以上迷子でした。バイバイ。